あ、はい、あの、じゃあ、あの、少し押しましたが、あの、始めましょう。ということで、今日は、ヤプシアジアということなんですけれども、多分、あの、9割ぐらい、あの、パオの話はしないで、1割ぐらいがパオの話になります。それで、まあ、あの、タイトルは見ての通りです。Introducing Swap and the Sunset of a Culture で、もうですね、これ最初にサブミットした時のタイトルなんですけど、今はこうなってます。はい、そういうことなんで、まあ、後ろにハテナをつけてみました。ちょっとハテナをつけないとちょっと言い過ぎかなというふうに反省しておりまして、で、まあ、ここをすごい立ち見がいっぱい出てんな、なんかマックの人がいっぱいいるんですけども、じゃあスウェットというプログラミング言語を聞いたことがあるという人は手を挙げてください。あ、全員ですね。じゃあ使ってみたことがあるという方、あ、意外と少ない。あ、よかったよかったよかった。なぜかっていうと、もう使ってる人とかってなると、いろんな疑問をすっ飛ばさなきゃいけないような、あの、気になっちゃって、それで、まあ、あれですね、あの、じゃあ Swift という言語をちょっと紹介します。まあ、こういう言語です。あれ失礼しました、こちらですね。はい、これです。はい、あの、これ多分、あの、アップのウェブページで見たことが、あの、ある方もいらっしゃると思いますけれども、今日のところはですね、あんまりプレイグラウンドは使いませんというのも、ちょっとプレイグラウンド重くてですね、ちょっと僕の MacBook Air だと、あの、かなり、あの、だから重たいので、だから普通の X コードで、あの、いろいろやってみたいと思います。はい、まあ、ここにある、あの、あの、 URL で、あの、取ってこれるので、あの、 Mac をお持ちの方というのは試してみてください。今の、あの、ヨセミテの前の OS の名前って何だったっけ、もう忘れつつあるな。まあ、次に出る、あの、あの、 OS10 が、まあ、ヨセミテって言うんですけど、まあ、その時には、まあ、正式になるんじゃないかというふうに言われております。で、まあ、あの、パールだと、まあ、ハローワールドというのは、まあ、こんな感じですね。はい、あ、なぜ、あの、頭に、あの、USB 5.16 って入ってるかって言わないと、こう言わないと、まあ、ちょっと怒られちゃうからですね。あの、プリント、あの、せいというのは、あの、後から入ってきたものなので、まあ、こういうような言い方になりますね。ちょっと2行になっちゃいます。では、これ、スウェットの場合はどうかって言いますと、あれ？よいしょ。まあ、こんなですね。はい。でですね、あの、これ一つすごい特徴的でして、 Swift というのは、あの、 Java ですとか、あの、 C++ ですとか、あの、まあ、あるいは Haskell ですとか、あの、コンパイルされて、あの、動かすタイプの言語なんですね。で、大抵そういった言語というのはエントリーポイントというのがありまして、大抵メインなんちゃらというのを定義することになってます。ですが、それいらないんですよ。本当に本当にこれ書くだけで、あの、いけるんですね。はい。で、まあ、あの、ちょっとこれ、まあ、ハローワールドというのはちょっとトリビアルすぎるんで、あの、もう少し、あの、プログラマーらしい例というのを出してみましょう。フィズバス。はい。フィズバスというのを聞いたことがないという方は手を挙げてください。あ、じゃあ皆さんご存知ですね。フィズバスというのはこういうものです。パールで書くと、まあ、1行です。こんな風に。はい。というので、これをやってみましょうということで、スウェットでやってみた結果が、まあ、これ？これってなんだ？まあ、これを拡大し、ちょっと拡大したものですね。まあ、これが100行くらいあるとフィズバスになるんじゃないかと。まあ、ちょっとこれはローレスト IQ の例ですけども、一応ちゃんと動くかどうかというのを見てみましょうかね。で、おう、あれあれ、ミラー効いてない。うっそーん、ちょっとミラーが効くかどうかというのをちょっと試させてくれ。ミラー効かないの、これ。デモができねえじゃん。これだと。あ、出てこないね。すみません。あの、本来であればここにヨセミテの画面が現れるはずなんですけれども、おや。これあれだな。アレンジ。あ、これでいけるかな。今ミラーディスプレイスっていうのをクリックしました。これで改めていけると思います。あ、いけた。はい。じゃあちょっと、これで。あ、よいしょ。ちょっと、あれですね。どっちの方。これでいけるか。これでいけるでしょうか。よいしょ。で、これをパチッと押すと、おお、いけましたね。ちゃんといけましたね。はい。これで、ま
あの本が出版できるわけですですがちょっとこれで本を出版すると、まあ、他はとにかく義表さんとかは絶対あの僕のことに僕にマサカリを投げつけると思うので、ちょっともう少しまともなの言ってみましょう。ということで、もう少しまっとうに書くとですね、まあこんな感じになりますかね。はい、すごいけれんみないです。なんかすごい普通の言語っていう感じがしませんか。まあ1から100まで、でまあ3の倍数の時は5の倍数の時はそうでない場合はというのが、まあここからまあ見て取れるんじゃないかというふうに思います。じゃあこれ本当に動くかな。よいしょ、これでもいいんだな。じゃあポチッとな。ああちゃんと行きましたね。これもちゃんとフィズバズというふうに音が行きました。うん、ということで、よいしょ、まあこれが普通にフィズバズを書いた場合なんですけど、これでもちょっと言語云々っていうのにはトリビアルですよね。というわけでもう少しちゃんとやろうと思います。でこれで実際に1から100までプリントしろっていうところと、じゃあ実際に1から 100までをフィズバズに変換しようっていうところを、まあ、分けた例がこれになります。あれそうか、いちいちエスケープしなきゃいけないのか、めんどくさいな。まあでもこれもパチッとやってみましょうかね。よいしょ、ポチッと、あれあれ何がおかしいって言ってるこれ。あ、そうか、すみません。これ、ここにもなんか定義があるので、これをサクっちゃえばいいと思います。はい。まあ、まあ、こんな具合に問題があればすぐ直してくれる。いちいち、うるさく指摘してくれるっていうのも、これも、まあ、いいところですかね。はい、よいしょ。ごめん、殺してしまった。じゃあ、次。よいしょ。でですが、で、これはまあ、普通に関数を使ってみた例ですけど、じゃあ、メソッドでできないかと。Ruby みたく。で、メソッドでやった場合というのはこんな感じになります。それで、まあ、Ruby の場合は、新しいクラスを定義するときも、あと、まあ、クラスにメソッドですとか、アトリビュートを追加するときというのもどっちもクラスなんですけども、スウェットの場合はこれは分かれてます。クラスを新しく作るときにはクラスとかって書くんですけども、そうでなくても既存のだからクラスですとかストラクトに何か追加するときにはエクステンションっていうのをつけることになっております。でそうすると今度はだからフィズバズカッコ N カッコ閉じるじゃなくて N ドットフィズバズカッコカッコという具合にできるわけですね。これもちゃんと動くかどうかというのを確認してみましょう。これはちょっと、あ、ソースキットがあれだな、一時的に死んだな。よし、はい、これもまあそのままちゃんとうまくいきますね。でまあ、この場合というのはメソッドでやってるんですけれども、これフィズバズって何の引数も取ってないですよね。それであればもう引数いらないバージョンが書けるんじゃないかと。じゃあそれもやってみましょう。もうこれはもう時間いきます。その方が多分早い。あれ、返すことにしておいて、でこっちはまあこれはゲッターっていう言い方もするんですけれども、まあ関数に見えない関数ですね。はい、これもちゃんとそのままでうまく動くかというのをやってみましょう。まあこれもちゃんと動いてるわけですね。はい、よし、で、よいしょ。で、ここまでやって。そう、一つ面白いのはですね、フィズバズと、フィズバズじゃなかった。スウェットの場合は、どんなクラスや、ストラクトや、まあ、あとイナムというのもあるんですけども、にも、相似を
使えるんですよね。それ添え字とは何ぞやって言った場合のスウィート流の答えというのは、ちょっと変な形をした関数というあの感じで、まあ、丸括弧の代わりにだから鍵括弧をだから使って、まあ、いろいろなものを呼び出せるわけです。でここでは、まあ、フィズバスというクラスを作っただから空のクラスを作った上でその中でサブスクリプトを定義しております。これも動く、あ、いけない、あ、いいのか動くでしょうか。クラスですちょっとちゃんとうまくいきますねで次なんですけれども、これがちょっと面白い。まずちょっとこの for文のところ見てほしいんですけれども、 for文でここは1から100までのだから数字を作った上でそれをフィズバスに変換してますよね。こういちいちそんなことしないで初めからフィズバスがずらずらと出てくるような構造というのは作れないかというのを簡単にやるためのものがジェネレーターというものでして、でこれは実はこのクラスフィズバスに依存しております。で今度この for文のここを見てください。1から100というのはもう出てきません。出てこない代わりにもうここでやってるわけですね。でこれもうまくいくでしょうか。まあうまくいきました。でこれは100までで止めろっていうふうに言ってるんですけれども、実はこれも無限リストみたいな使い方ができます。でその止める条件というのを止めちゃいました。どうなるか、こんな具合にいつまでもいつまでもいつまでもハスクルみたいですね。はい、というわけで無限ストリームもまあ簡単に作れますというよりも本来無限で止める条件があって初めて有限になるという感じですね。はい、で今見た通りにだんまりにならないでもうそのままずっと動きます。はい、だからちゃんと遅延評価的にも使えるようになってます。もっとすごい遅延評価というのは僕が GitHub に書いた WaysList というのがあるんですけど、まあ後で URL とか紹介しとくので、まあ、ちょっとそれを見ておいてください。でスイートの一つの特徴というのはいろんなもののケツにエクスクラメーションマークですとかびっくりマークですとかハテナマーククエスチョンマークがついてることだと思うんですけれども、それが何かというのをちょっと見てみたいと思います。でここではまあパールでいうところのハッシュスウェットではディクショナリー辞書っていうふうに言うんですけども、辞書を作ってます。それで辞書の中身を見てみて辞書にないよっていう場合だけ数字を文字列化したものを使ってみてくださいというのがこれですね。はい、でまあ実際に動かしてみるとまあ普通に動くわけですけれども、じゃあここでこれを取ると何が起こるか、まあ普通にこういうふうになってるわけですね。それでこれでオプショナルフィスとかっていうふうになってますけれども、じゃあここでもう一度ハテナハテナをつけるとなんでオプショナルがなくなるかというふうに言いますと、もうオプション必要ないと殻をひんむいているわけですね。これパールでいうところのスラッシュダッシュですね。パールでいうとまあこういうオペレーターがありますけれども、これはコメントになっちゃいます。はい
ちょっとあのパールにしか慣れてない方というのはちょっとここを注意してみてください。で、今までのフィズバズというのはまあちょっと4ループに食わせてましたけれども、それ以外の手段でできないかって言ったら、まあこれも当然のようにできまして、はい、でまあこんな風にもあの書けます。でこれは何をやってるかっていうと、さっきのと違うのはまあこっちの部分ですね、この部分ですね、はい。でまずこれはあの1から100までのレンジというのを、まあ、普通の配列に変えてます。あの1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 っていうのが並んだあれあの配列ですね。ちなみにここをまあこうやって、そうですね、マップの、でやってみますと、まあこの元の数字がまあこんな風に出てきますね、はい。でまあこれをフィズバズ化してあげて、で最後にプリントするという風にすると、まあこんな風にフィズバズになるわけです、はい。でこれ実は僕があのスリットで一番好きな機能の一つかもしれないんですけれども、スリットではですね、あの割と新しい言語というのはもう演算子とかあんまりいじらないっていうトレンドにあったと思うんですけど、 C++ 以来ですが、スイートの場合というのはあの新しい演算子も定義できます。それでいちいちプリントラインとかよく使うものにカッコ振ってるのってすごいうざいんですよね。うざいのでこういうふうに書けたらいいなと、もうここカッコいらない、ちゃんと動きますよね。でこれも多分、まあ、マップ2つ重ねしてるっていうのもこれもったいないんで、こういう風にしても動くんじゃないかなと、動きますね、はい。というわけでフィズバズシリーズはこんなところなんですけれども、まあこれで結構フィズバズをいろいろいじくってるだけでも、スイートが 何ができてどんな姿をしているのかっていうのが、あの輪郭が把握できたんじゃないかなというふうに思います。でここでまあちょっとちょっとこれは初心者向けすぎる嫌いもあるので、もう少しじゃ高度なことはできないかということで、はい、まあ高度なことをしてみました、はいはい。パールも組み込めます。でこれパール組み込んでみた例です。こんなところにあれですね、まあ、パールのいろんな例が出てきてますけれども、まあ、これで run。で、やってみると、ちゃんと表示されてますでしょうか。ちょっとあれですね。こんな感じかな。はい。まあ、これで実際に中のパールのコードが実行されているというのがお分かりいただけるかなというふうに思います。じゃあ実際にこれが嘘じゃない証拠に、どっか適当なところをいじってみますかね。
どこかな、うん、ちゃんと動いてるみたいですね。でですね、これ実は組み込む部分というのはスイフトでなくて C で書いております。それで C 見ての通り、これはですね、単にあれです、 API 叩いてるだけです。何の特別なことをしているわけではないです。例えば、モッドパールとかで、C 経由でパールを組み込みたいっていうのをほぼそのままやってます。それで、まあ、C に食わせるものというのを、このヘッダーにずらーっと並べておくと、あとはもういい具合に、こういうふうにしてくれるわけですね。はい。でもう一つちょっと例をお見せしましょうかね。で今度はこれ JavaScript を組み込んでみた例ですけれども、こちらの方はさらに簡単にできてますというのも、パールと違って JavaScript の方というのはもうアップももっと強くサポートしてるんですね。それでObjective-C とかには JavaScript Core というライブラリーという言いましょうか、Mac 用語で言う、Mac というよりも、だからApp用語で言うところの、フレームワークというのがだからありまして、これもほぼそのままの形で使えます。はい。こんなところに、はい。あれですね、JavaScript のコードとかが書いてありますけれども。これもそのまま動くでしょうか。はい、これもちゃんと動いてますね。はい。で、私のスイートレキというのは、多分アップの中の人を除いて、だから一番古い人たちと、だから同じ3ヶ月、まあ3ヶ月経ってないか。1、8だから2ヶ月ですね、はい、まだ出てからなんですけれども、2ヶ月にして、これだけのことが、もうできてしまうのだと、はい。で、多分ざっとスイートを見てみた皆さん の, だから感想っていうのは、そんなへんてこなところはないよというものなんじゃないかなと思います。だから、すごい新しい言語が出た、すごいというよりは、あれこれどっかで見たことあるぞ、あれこれもどっかで見たことあるぞ、あれそれもどっかで見たことがあるぞというような感じで、どちらかとだから言うと幕の内弁当的なところがあるんじゃないかなと。いいところをだから
あのいろんなあの言語のいいところを集めてみましたと。それでまあこれ作った人のだからあの親玉のあのセリフです。はい、Drawing ideas from Objective-C, Rust, Haskell, Ruby, Python, C Sharp, CLU, and far too many others to list って書いてあるんですけれども、これちょっと僕ムッとしました。なんでムッとしたかって言いますと、これじゃないかと。お前らが作ってたのはこれだよと。はい。だってあのまずカスタムオペレーターですよ。はい、あのカスタム演算子ですよ。カスタム演算子があって、しかも中のガベージコレクションというのは、まあ、あのちょっと専門的な話にあのなっちゃいますけれども、リンクカウントなんです。これパールと同じなんですね。そうだから、実は Ruby よりもずっとパールに近いんです、中の仕組み的にも。はい、で中のだからあのベータですとかオプショナルですとか、だからそういったものというのはもう何よりもこれを参考してたに違いないと。ちょっとあのいつの日か中の人と捕まえて、だからハケってやってみたいと思いますね。はい、でまあこう、まあ、こういうことです。あのスウェットというのはだからパースイッツがこうなるべきだったものじゃないかと。いや、もちろん違う部分っていうのもあるんですよ。パースイッツというのはやっぱりあのコンパイルしないでももうその場で動く言語ですし、イバルもあります。あ、実はスウェット版のイバルというのも作ったんですけれども、ちょっと発表にあのリフレクトさせるのに間に合わなかったんですけれども、まあそれでもあのいろんなあのモダンな機能とかっていうのをだから見てみると、これあの実はあのパースイッツを実装したんじゃないのっていうのが僕の本当に率直な感想でした。でですね、はい、スクリプト言語っていう言葉と、まあ、コンパイラー言語っていう言葉があの出てきましたけれども、まあ、それぞれの特徴っていうのはもうあの、まあ、今回はまあちょっと日本に来れなかったんですけど、アイウォール自身の主張でもされている通りです。この図見たことがあるという方、手を挙げてみてください。お、ちら、もはやあんまりいないのか。これですね、あの2000年って書いてありますけど、それよりも前から使ってたと思います。多分20年ぐらい前の図なんじゃないかと。これは何を言いたいかと言いますと、この縦方向の、あの、大きさというのは、まあ、難しいことが、だからどれほど、きちっとできるかと。マニピュラクシーって書いてありますけれども、それ横のことと方向の、あの、というのは、だから簡単なことがどれほど簡単にできるか。で、パオというのは、どちらかというと、まあ見ての通り、あの横方向に長い楕円なんですけれども、あの、スウェットの方は縦方向に長い、こんなのを標榜しているような感じなんじゃないかなと。でものすごいざっくりとしたまとめなんですけれども、コンパイルされる言語と、まあ、その場で、まあ、あのイバルされる、あのだからスクリプト言語との違いっていうのはざっくりまとめると、まあ、こんな感じになると思います。コンパイル言語というのはもう書くの、あの大変です。もうあの C ですとか、あの C++ ですとか、あのパオとかと比べるとやっぱりあのすごい書くの大変です。まあ、あのさっきの最初の例でもう、もうあのメインとかあの出てきちゃいますし、まあ、要は一行やろうみたいなものというのは書けないわけです。まあ、それに対してスクリプト言語というのは、まあ、フィズバズが一行にあのなるのを見ての通り、まあ、あの書くのは楽なんですよね。ただじゃあ実行速度はっていうふうにだからあの言いますと、あのやはりそれはだからきちっとコンパイルされるあの言語 の強い分野でもありまして、例えばあのパールだけであのそうですね、あの Linux を実装するとかってだから言うのはインプラクティカルなんですよね。はい、まあ JavaScript で Linux を実装したという人はいますけれども、はい、はい、あの JS Linux でググってみてください。まあでもそれはなんかまあすごい発ではあるんですけれども、まあ、あのやっぱりあの本物のだからあの
まあ、普通の人に使ってもらう OS をあのだから書くとかっていうのにはまあ非力なんですよ。それでこれもう一つあのプログラマーであればし多分この、 あの最初の2つの特徴書くのはあの難しいけれども実行するのは早いっていうでスクリプト言語はその逆だっていうのの、 あの他にあのデータの型ですね。データの型はあの大抵 の、 あのコンパイル言語というのはもうこれはあの静的、要は書かれる前にあのだからこれは何ですあのこあのっていうのを指定するわけですよね。これはインテジャーです、まあ、あのこれは、まあ、あのフローティングポイントです、であの、まあ、これは文字列ですっていうのも初めから指定するわけですよね。はい、でそれに対してあのスクリプト言語というのは、まあ、動的です。ここで一つ勘違いしてほしくないのは動的であるとい う、 あのいうことは型がないということではないんですね。必ず型はあるんですよ。であの動的言語の場合というのは動かすときにもデータ自身が型を知ってるんですよね。例えばパールのスケーラーというのはだから中に入っているのが文字列なのかあるいはあの数値なのかあるいはレファレンスなのかあるいは文字列であればこれはあのユニコードなのかそうでないのかっていうのを自分自身が知ってます。でコンパイル言語というのはそうではないんですよね。でまあこういうような特徴があるわけですけども、じゃあ我々にとって理想な言語はどんな言語かっていうふうに言ったら、簡単に書けて簡単に書けるのにもかかわらず早く実行できるものではないかと。でそれで型のところなんですけども、あのスウェートはあの型は固定です。型は固定なんですけれども、ちょっと今27ページ目ですね、適当なところまで戻ってきてみましょう。これ例えばこのフィズバスの例で僕一度もイントですとかストリングですとかっていう宣言してないんですね。どこにも書いてないでしょ。どこにも書いてないですよね、これ。で、こうやって型を書かなくても、型を空気でなくて型を読んで、あの、だからくれるもののことをタイプインフラ、あの、タイプインフラス、日本語で何つんだっけ、タイプインフラスって。あ、型推論、はい、ありがとうございます、はい、型推論してくれるんですね。要は人間がいちいち書かなくてもいいんだったら書かなくてもいいよっていうところまではやっと来たわけですよね。でそれとはもしかしてそういうふうになれるんじゃないかなという可能性を感じております。で、あの実は今回のメインテーマというのはスイート言語自身よりもあの我々のちょっと文化について少しお話できたらなというふうに思ってるんですよ。どういうことかと言いますと、まあちょっとこれ見てください。これあの GitHub における各言語 の、 あのプロジェクト の、 あの量と相関関係ですね。で分かりやすくするとパールはこれです、これです。もはやそんなにメジャーとも言えないですよね。ちょっと CSS っていうのがこれ気になるんですけれども、はい、オブジェクティブ C よりもちょっと少ないかなと、はい。でまあ、 あのルアですとかアスクですとかっていうよりのは多いですけれども、あの新しめのだから スクリプト言語にちょっと抑えてます。もちろんこれ質より量、量より質という議論ではないんですけれども、あのまあちょっと新しい人が何か新しいことを始めるときにパーという選択肢はあの選ばれなくなりつつあるなというのが、やはりこれはあのきちっと認めておかなければいけないことかなというふうに思います。で実は言語、あのさっきあのコンパイルされるやつとスクリプトとして書かれるやつって分類がありましたけど、もう一つあるんですよ。はい、ボトムアップなのかトップダウンなのか、
それでボトムアップな言語というのはユーザーは探すんです。探してなんかいいものないっていうのは実はこういうのっていうので普及してきました。これちょっとあと5分しかないということでちょっと飛ばしていきますけれども、それに対してトップダウンのものというのはお前らこれ使えよって、まあ偉い大きな会社が与えたものなんですね。例えば Java っていうのは、まあ、今はなき、まあ、サンが始めてだが今はもうオラクルのものになってますよと。一応オープンソースではありますけど、まあ、オラクルのものですよと。で JS はネットスケープが始めて、で MMS がまたゴニョゴニョいろんなことをやって、だから今はだから Google とアップがいろいろ引っ張ってだから来てますけれども、これもやっぱり実はトップダウンでしたよね、 JavaScript も。それでまあ DART はよく分かりません、まあ、でも最近は Go だが使う人がいっぱい出てきて、隣の方ではあれです、D マキさんが僕も聞きたかったなしてますけど、これも Go がやってて、それでまあ今度スイートです。でここ数年のトレンドを見てみると、トップダウンの方が伸びてるんですね。で大体これが出たあたりなんじゃないかなと思います。それまではだからボトムアップのものというのがだからいっぱい出てきて、それでまあ松さんがこんなことを言ってたんですけども、21世紀の言語が企業から出てくるようになったのかもしれないなって言ってますけども、むしろその前の10年が異常だったっていう見方もできますよね。 C だってもともとは AT&T のだから研究所で作ってたものですし、 ADA に至ってはあれですよ、軍ですよ、米軍ですよ、はい。だからそうやって考えると、あんまりオープンソースというのは新しいもの、特に新しいハードウェアが出てくる時にはきちっと対応してないなぁと。だから実は企業がやってるんじゃないかと。それで一応アップの主張はですね、まあこれはもうアップル製品用ですよと今は歌ってます、今は。ただしさっき見ていただいたように、これアップ製品に固有の機能とかっていうのは全くないんですよ。移植しようと思ったら移植できますし、で僕はアップはこれオープンソースにするんじゃないかというふうに思います、 WebKit みたいに。で多分 FreeBSD あたりは割とすぐ移植されるんじゃないかなと。まあ実際スートの言語の部分は簡単でも、X コードに相当する部分っていうのはかなり難しいとは思うんですけど、それでも言語は移植できないわけというのはないんですけども、それで特に特徴的なのはですね、この LLDB レプルというのをやるとですね、出てくるのはスウェートなんですよ。で LLDB ってこれ本来 C や C++ のためのデバッガーなんですね。なのにそこでレプルってやるとスウェートが出てくるんですよ。だから多分今後のクランと、クランというのは少なくともアップはスウェットをメイン言語にしてくるんじゃないかなというふうに思います。でなんで今は逆に今はオープンソースじゃないのっていうふうに言ったら、一旦オープンにしたらそれをクローズしちゃうっていうのはこれすごいダメなことなんですよね、イーブルなことなんですよね。それこれ実は Google が一度やっちゃってます。 Android で Android Free ってオープンソースじゃなかったんですよ。アンドロイドはオープンソースだって言ってて、4になって初めてオープンにしたんですね。だからこれは本当にオープンソースという言葉に対するもう侮辱以外の何者でもないので、はい。だからもうもうグーグルがいくら Do no evil って言ってももう二度と信用できませんね、これは。そういうレベルです。はい。だからあれなんですよ。一旦オープンにしちゃったら今みたいな開発スピードっていうのは作れないんですよね。例えばパワー5というのはもうあれですよ、サブルーティンでだからセグニチャーを使えるようにするのに2年かかってます、議論が始まってから。で多分それと同じぐらいだから大きな変更、しかもあれです、
互換性を損ねるようなあの変更というのを1年あの2週間でやっちゃってるんですよね。で、まあ、まだこいろんなこと言うのはちょっと早計なんですけれども、まあ、あの実際にだからスウェットというのはあのトップダウンでアップルがこれが今後我々に押し付けてくる言語です。押し付けなんですけれども正直気持ちいいです。で、僕はスウェットで気持ちよくなってることにだからかなりあれです、あの両親の呵責というのを感じております。ですが、あのもしそれで誰も困らないのであったら、うん、それに対して